アーメン。キリストの死と復活を通して、すべての人を永遠の命に導かれる神の言葉に耳を傾けましょう。皆さん、あなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたのです。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちの新しい命に生きるためなのです。私は神を愛し、神は私の声を聞き、日々祈り求める私に心を止めてください。死とその苦しみが迫り、苦悩の中にあったとき、私は神の名を求めて叫んだ。神よ、私を助けてください。神は恵みと慈しみに満ち、私たちの神は憐れみ深い。神は素朴な人の支え、私が疲れたとき力づけてくださった。平和が再び私に訪れる。神は恵みを注いでくださった。神は私を死から救って涙を拭い、足がつまずかないように支えられた。私は神の前を歩む、神に生きる人々の前で祈りましょう。慈しみ深い神よ、あなたは滅びゆく体を主の栄光の姿に預からせてくださいます。私たちの兄弟フランシスコ・ザビエル・小島賢治を安らかに行こわせ、主が再び来られる時、すべての人と共によみがえらせてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。神はキリストの死と復活によって死んでいるすべての人を復活の希望で満たしてくださいます。聖書の言葉を聞きましょう。